いや、めっちゃかっこよくない？俺これめっちゃ好きだよ。え、めっちゃバットマンみたいじゃんこれ。はい、どうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけども、 PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、最新のアップデートで追加されました、ようやくロイヤルパスのアップグレードが新しくシーズン5になりましたということで、今回はそのロイヤルパスを購入するんですが、皆さん UC 見てください。 16,235UC。 さあ、なぜこんなに俺 UC つぎ込んでるのかと言いますと、多分もうね、分かる人もいると思うんですけども、とりあえずちょっとね、あの S5 シーズン5どんなものなのかちょっと見ていこうと思います。ロイヤルパスが最高ランクになると、どちらかの衣装を選ぶことができますということで、まあ、100レベルあるんですけど、100レベルになるとこの左側の衣装と右側のこのバットマンみたいな衣装が追加されてるんですけど、これどっちか選ぶ、1個しか選べないんだよね。100レベルまで到達させてどちらかのスキンをゲットしようということで、もちろんねそれだけじゃなくて、こういうダチアとか、あとは飛行機とか、ロイヤルパスに関してのいろんなスキンが増えてますということなんですけれども、今回はまずこちらを買っていくんですが、やっぱさ、もうすぐ欲しいじゃん、すぐ欲しくない？この何、まあ、どっちでもいいんだけどさ、俺だったらまあこのバットマンのスキンがいいかなと思ってるんですけど、欲しいじゃないですか。で、ちなみに言うと、このショップの方にもね、追加されてたんですよ。サバイバークレートの方に全く同じスキンなんだ、これドラゴンレザーセットって。こっちが追加されてて、だからガチャはこっちで、バットマンをゲットして、でロイヤルパスではこっちをゲットしようよみたいな話をしてるんですけれども、運任せで回すよりもこれアップグレードしたとこないかなと思って、なんで今日はちょっとまあロイヤルパスアップグレードして、なおかつ100レベルまでもう持ってっちゃおうということで、100レベルにしたいと思います。 1800UC でとりあえず、エリートパスプラスを購入しの、これ今26レベルになるんですよ。で、いつもなんですけど、いつも言ってる通り、さっき の安い方と高い方あったじゃないですか。どっちでも大丈夫です。値段が違うんですけど、やること一緒なんで、100レベルまで到達させようねってだけなんで、まあ、せっかく買うんであれば、まあ、やった方がいいから、安い方でもね、毎日ログインしてミッションをこなして、レベル100までしましょうっていう形なんですけれども、ランク購入していきたいと思います。プラス 7400UC を使い、これとこれね、どちらかをゲットするっていう話になってるんで、とりあえず、購入していきたいと思います。はい、購入でね、100レベルになりましたということで、一括入手というよりはどちらかを選べってなるんだ。S5 最高ランク到達報酬ということで、一つの報酬を獲得しても、もう一つは余った RP ポイントで購入できます。どういうこと？あ、結局はこれあれか、ゲットできるんだよどっちも。そういうことか。じゃあガチャガチャしないで運任せにするより、やっぱりロイヤルパス買ってやった方がいいってことじゃん。これいい仕様だね。ちょっといい感じの仕様になってる。まあちょっとじゃあ俺はバットマンのスキンにしたいと思います。レザーセットを選択し、最高級報酬にしますか。イエス。でれーん、ありがとうございます、ドラゴンレザーセット、サンキューです。獲得しました。かっこいいっすね。いいっすね。じゃあ一括入手ということで、全部入手していきましょう。 OK、 全部入手しました、ありがとうございます。ということで、このロイヤルパスで買ったやつのスキンを着てみましょう。でん、あ、いいね、かっこいい。いや、いいわ、めちゃめちゃ好きだわ、めちゃめちゃ好き。あ、でなんか新しいモードあるよ。日本語で OK 日本語じゃないな、ね、これ。 I'm tired of carrying you. ね、これさ、日本語にした方がいいんじゃないの。まあ、分かるよ、最初だからね、まあ、こういうのが今後増えるよっていうことね。 OKOK。まあ、音声付きエモートが増えたということです。で、さっき言った、あとはロイヤルパスの交換の方で RP9600 ポイントを貯めると、まあ、こいつがゲットできるよっていうことなので、まあ、結局はどちらもゲットできるということです。まあ、でも今回はね、せっかくなんでこの新しいスキンを使って、ドンカツを目指していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。もうすでに待機所でかっこいい、もうなんか目立ってるもんね、俺しかいないんじゃない？これ。ロイヤルパス100にしてるやつ。俺しかいないっぽいっすね。
ほらほらほら、ほらほら、いいだろう。新しいスキンだお前ら。ひれ伏せよお前ら、ひれ伏せよ。金に物言わせたんじゃボケふざけるな。よし、じゃあやっていきましょうか。さあ、じゃあ早速ですが降り立っていきましょう。ということで、まあ降り立ってる格好もかっこいいですね。まあこれ本当になんかアメコミみたいな感じで、なんかヒーローと本当にバットマンみたいな感じだよね。なんか多分意識してるはず。うん、だって似てるもん、バットマン。バットマンでしょこれ。まあバットガールって言っていいんかな、女性だから。あ、キャットウーマンだっけ。ちょっと俺バットマンあんま見たことないかわかんないんだけど、まあでも似てますよね。ということでやっていきたいと思います。まあポチンキにやってきたんですけども、結構いるかな。1人は確定、2人確定、3人はいる。もっといるでしょ多分。大丈夫かな。とりあえずちょっとここのドンカツハウスに行きましょうか。よいしょ。勝ちたいですね。このスキンかっこいいな。あ、待って、敵いる敵いる。まずい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 。ここ入ってくる？ん？やめてね。うわ、なんもね。マジか。ハンドガンやばいよ。AK もあった。よし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 。オッケー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 。いいよいいよいいよ。いい感じ。これでただヘルメットかぶると、ちょっとまたいつも通りになっちゃうので、ちょっとそれがね、また惜しいですよね。せっかくだから頭縛るか。せっかくだからな。かっこいいしな。じゃあ、今、自動食無効にして、ヘルメットを被らず、今回行こうと思います。これで行きましょうか。これの方がかっこいいでしょ。見てる人も、あ、かっこいいってなるでしょ。この方がいいかな。じゃあこれで行こう。まあ、ポチェンキに来たとはいえど、今回は確実にちょっとドンカツを取っていきたい。マジで。でもどうすかみんな。いいっすよね、これ。ちなみにみんなは選ぶんだったら、こっちのスキンと、あとは、ちょっとヒーローの、バットマンじゃない方のスキン、どっちを選ぶ？なんかもう俺は断然こっちなんだよな。こっち派なんだよな。なんか、悪役みたいなのって俺なんか好きで、昔から。悪者が好きってわけではないんだけど、なんか魅力的な感じするから、俺こういうバットマンみたいなのが好きなんよね。外降りた？外降りたね。やばい。おぶねえ。危なかったよ。ギリ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 。あー、ヘルメット取れないんか。そっか。ちょっとバックがこれちょっと可愛すぎるな。逆にこのスキンだとね。もうちょっとかっこいいバックにしてくればよかった。何個かバック持ってるんで、きっと合うのあるはずなんですよね。もうちょっと失敗したけど、まあ、いっか。いやー、ロイヤルパスどっちが人気なんだろうな。まあ、まだ100レベルにした人ってな、ほどほどいないと思うんだけど、どうなんですかね。でもガチャガチャでさ、何か当てるっていうよりは、多分ロイヤルパス100レベルにした方が確実なんですよ。あー、奥か。こっちか。なるほどね。いた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 。はい、どうも。ありがとうございます。あなたがもらっていたものをまたもらう。まあ、やっぱりロイヤルパスっていう感じだから誰でも手に入れられるっていう、まあ、レア度的には時の支配者の方がもしかしたら上なのかもしれないけど、でもなんかこれなんか着てても嬉しいわ。ロイヤルパス今まで過去最高なんじゃないってぐらい多分俺はいいスキンだと思うけどね。これを例えば一番安いやつだったら 600UC だから、まあ、1200円で、まあ、ロイヤルパスが購入できるのね。ってなると安いと思うな。だってまあ時間はかかるけど、やっぱ確実にゲットできるわけじゃん。だから安いっちゃ安いと思うんだよね。普通にこれぐらいのスキンだったら多分2万円とか課金しても出ないとか普通にあるからな。安さうまいっすよね。ガチャガチャと RP で分けてめちゃめちゃうめえわ。やつはどこ向かってんだ。あれ、ここ向かってるんか。おら、やばい、落ちる。オーケー。ずっと追いかけてたよ君のことを。俺は君のことしか見ていなかった。ずっと見ていたよ君のことを俺は。さあ、割と安全地帯も収縮してるんで、結構人数はもうそろそろ減ってきてって感じになってきてるね。ごめん、そろそろ被る。そろそろ被っていい？ダメ？ダメっすか？ダメか。でもさ、なんでさ、なんかさ、このバットマンスキンに近いヘルメット出ないの？なんかこれに合ったさ、この服装でヘルメットかぶっても全くこうなんだろう、かっこ悪くなんないよっていうスキンがめちゃめちゃ欲しくて。どこに狭まるかな。一応黄色ピンのところに行こうと思ってるんですけど、4軒家のところだね。あそこも結構敵湧くからな。でも先行っちゃいましょう。行っちゃえ行っちゃえ、大丈夫大丈夫、行っちゃえよ。よう、
あ、いたわ、見えたわ、見えちゃったわ。これ多分フラグ投げればいけるぞ。フラグ投げればいける。行ってこい。よーし、お前もフラグ投げようと思ってたら残念だったな。ほらね、お前も同じこと考えてたんか。やるな。なるほど。でもやっぱりいたね、間違いなかったわ。ちょっと場所は違かったけど。うわ、来た、止まったぞ。いるいるいる。オッケー、まだグレネードまた投げてる。いるわ。その家は入ってんのか。うわ、しかもその家入ってんのか。マジか、やだな。そっちの家が入るか。今度行ってみますか。でもあと行くしかねえな、これ。行くしかない、こっち詰めるしかない。寝そべってんの分かったわ。オッケー、危ねえ。外にもいる。オッケー、ナイスノンカツ。オッケーめっちゃついてきてたな、あいつだけ。何なんだ。はい、じゃあということで今回は新スキンということで、ドラゴンレザーセットかなの紹介をさせていただきました。まあ RP100 にする必要はないと思うんで、みんなもね、ロイヤルパス、まあ安いもので、1200円ぐらいかなで買えるんで、ぜひレベル100にして、みんなもこのスキンかもう一つのスキン、まあどっちもねゲットできるようになるんで、ぜひ来てみてください。それではこの動画何か役に立ったなと思っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。